け。こんばんは皆さん。よいしょ。こんばんは。昨日いぶきから明日よろしくをの電話が来まして、今日やっております。なんかさ、8月ぶりだと思うんです。だから割と最近やったですね、じゃないですか。最近だと思います。割と夏青パーカー、そうなんですよ。これしかもなんか5回目らしくて、私でもなんか 1,2 回目の記憶が本当になくて、誰からバトンタッチされて誰にバトンを渡したんだろうってずっと思ってんだけど、本当に記憶がない。そうなんですよ。ちょっとね、そう割とやってた、びっくりした。なんかもうまだ3回目ぐらいな感じがしたんですけど、割とやってましたね。うん、でも本当に覚えてないんです。そう、でも前回やったのは8月だったので割と最近ですね。前回も見てくれたかな皆さん。一応通知は来るんですよね、これ。みんな で、いぶきがなんだっけ、私が前いぶきにバトンタッチしたのか、で今回いぶきが電話をしてきてくれました。いぶきとはほぼ毎日連絡を取っております。で、いつの間にか仲良くなって、いつの間にかずっと一緒にいるようになって、いつの間にかたくさん遊んでおります。年下なんですけどね、2個も年下なんですよ。高1で高3。いや、さすがに前回のは覚えてる。私がいぶきに渡して、もかちゃんが私に渡してくれたんですけど、その前回とかも覚えてないし、本当に覚えてないです。ってことで、いぶきがお題を考えてくれたので話していきたいと思います。いぶき学校、そう学校一緒なの。この間も会いました、学校で。普段からあの感じなの。普段からあの感じだね。あの感じです、いぶきちゃんは。いぶきは私のことをちーって呼んでるんですけど、学校で会ったんだよね。学校でこの間割と HKT のメンバーが集合しましたね。不思議な感じ。テストだったので、みんな面白かったですよ。ゆうきいつも明るいからテンションについていけない時がありますね。本当に子供だからさ。そうなんですよ。
羨ましいです、あんな明るいのが。私にとっては自分じゃ死んじゃえないぐらいの明るさなのでね。ね、でいぶきからお題を決めてくれ、いぶきが決めてくれたお題がピンクチームについてと、あ、10周年だ、10周年についてだったんですけども、ピンクチームについて、あ、どっちから話していこっかな。10周年にチームピンク、全然どっちでもいいですけど、チームピンクからね。チームピンクってもの、いつからやってるんですかね。去年ぐらいから始まって、1回なくなってまた再開された公演なんですけど、あの HKT のファンじゃない方は分かんないかもしれないので、7人でやってる公演なんですけど、あれ本当にさ、9時でさ弾いたメンバーだから本当に集まんないようなメンバーだから、本当に全然喋ってない方とかもいたりしたので、今田さんとかも接点ないから喋ったりしなかったし、りのちゃんも喋んなかったかな、坂本りのちゃんもう喋んなかったけど、今はさやっぱ7人でやっていかなきゃいけないから喋るようになりましたね本当にびっくりするぐらいお話しするようになりました、みんなと。だって本当に喋んなかったし、公演とか出たりしてたけど、制服の目出たりとか、りのちゃんがリセット出てくれたりとかもしてたんですけど、あんまりさ喋んなかったので、今こうして喋ってるのが不思議な感じです。そのちゃん、ひなた、ゆるが並ぶとあかんで、そう、そのちゃんともねすごく仲良くなるようになりました。この間も一緒にご飯行ってすごい食べましたねすごい食べましたね、二人で行きました。なんか珍しいって言われるんですけど、私からしたらなんかあんまりそんな感じしない。チームピンクは意外、あのあれですね、身長が高い子が多い。でもエレちゃんはねお出かけ行ったこともあったりしたから、そんなにあれですけど、特にりのちゃんと今田さんが本当に喋んなかったかなって思う。関さんはね同期だからねあれですけど、でも同期がさ3人しかいないのにさ3かぶったのがすごいなと思った。でも安心感半端ないですよ、同期がいるのといないのって。本当にチーム公演の時もそうだけどさ、同期がいるのといないので本当に違うから、七色に関さんがいてすごい安心感もありますね。リハの時とかも、まあ、公演の時とかも。七色公演のお気に入りポイントある？お気に入りか、でもティーチャーティーチャー好きなんですよ。ティーチャーティーチャーはあの再開されてからの初めてセトリに入った曲なんですけど、ティーチャーティーチャー好きですね。なんかね総選挙で一回踊ったことがあって、その時に本当に難しい記憶があって、もう絶対踊れないこんな曲って思ったけど踊れてます意外と踊れました。でも難しいです、なんか見せ方というか、なんか色っぽい曲じゃないですか歌詞とかも。
から難しいかな。でもピンクって踊ってるように見えて踊んない曲が多いなって思う。なんかそのガツガツ踊る系少ないから、なんかオレンジとかはすごい踊ってる曲多いんですけど、ピンクはね、なんか踊るように踊ってるように見えてあんま踊ってないみたいな曲が多いですね。そう、セトリが変わったんですよね。あ、アンコールのね、ささささいこうも大好き。あれはもう私が歌いたいですって言って案を出したらアンコールに なりました。嬉しかった。この曲大好きなんです。なんか歌詞めっちゃいいなと思います。まあ、メイビーもあの私がセンターをねさせていただいている曲なので見どころですね。まあ、プラカードもね皆さんがね踊ってくれる。でもね最初の頃本当に踊ってくれなかったんですよ。みんな緊張しちゃうのかな。でも誰かの生誕祭の時はみんな踊ってくれる。特にってことでね、明日が最後なので七色公演は12月16日でね、12月16日、明日が最後なので、でもまあでもね、前も最後って言ってまたこうやって再開されたんですけど、まあでも明日が最後なのでね、何があるかわかんないですけど、皆さん見てくださったら嬉しいです。皆さんはピンクの公演好きですか？見たことありますか？まず、あ、ゲハチョウも好きな、好き。関さんがセンター、あの曲もね難しい、見せ方っていうか踊り方難しいです。なんかね身長が高いからかわかんないけど、よくファンの人にね映えてるねって言われる。ピンクはなんか映えてるみたいなコメントをよく見ます。みんな本当にさ、なんか揃って身長高いからね、なんかくじ引いた時に確かりのちゃんとそのちゃんとひなたさんが決まってて、次に私がくじ引いたんですよね。でもなんかそのさんとひなたさんがいる時点で、あとりのちゃんは身長高くてめっちゃ綺麗な子いいから、うわ絶対このチーム入りたくないと思ったらピンクに入りましたね。だって3人とも綺麗だからさ、うわーと思ってたの、自分がピンクにピンク引いちゃった。大人っぽいチーム、大人っぽいチーム。今何センチ？160センチです。160って大きいのか微妙だよね。163になったら割と大きいなって思うけど、160ってなんか一番微妙じゃないですか。だから私は163になりたいんですけど、160ですね。この間測った160.1とかだった。全然全然。でも HKT 入って1センチ伸びたくらいかな、1センチ伸びたくらいか。さすがにね、もうめっちゃ寝たら伸びるかもしれないけど、さすがにもう伸びないかなって思っております。パープルに行けば高身長、確かに。パープルちゃんみんなちっち
ゃいですよね。かわいいってな感じですね。で10周年なんですけど、あのなんだっけ、なんか踊りすぎちゃって何をから話せばいいかわかんないんですけど、2日間で11曲、それは嘘、2日間で1616ぐらいだから32曲ぐらい自分は出ました。なんかすごい出たんですよ。あのでも1日目はわかんない曲ばっかだったんですけど私あの最終ウェルとか出たことなかったので本当に知らない曲がばっかだったんですけど、皆さんは何の曲が一番好きでしたか？なんか本当写真をね見返さないとねわかんない曲がバカなのよ。何命の使い道とか、私本当にね失礼なんだけど初めて聞いた曲だったから、だからさなんかもう本当にね歌詞を聞いてびっくりしましたねあ好き好き、あメイクノイズ2日目にやったんだけど、それが一番緊張しました。本当にねめっちゃ練習したんですよ、ね、命の使い道めっちゃ好き。マジですごいあれだよね、すごい歌詞じゃないですか。でも私も好きになりました。なんか好きになったっていうか聞いて、でも表現が難しかったけど、難しかったですね。あ、個人的に最終ベリーがベリーだって最終ベルが好きです。あとセブンティーンも好き。あと何やったかな、あ、夜空の月を飲み込もうと、あとドラさんでも踊りましたね。なんかさ、すごい裏話っていうか、まあ、知ってるかもしれないんですけど、あの公演が終わった後にその木筒で写真を撮っていくんですけど、販売する写真を撮っていくので木ごとに写真撮っていくんですけど、ドラさんの写真撮るよって言った時にさやかがめっちゃ泣いてて、えっ、と思って、さやかどうしたのって言ったら、なんかいつまで4人で入れるかわかんないからって言ってめっちゃ泣いてたんです。可愛くないですか？でその瞬間みんな号泣っていう、まあでも確かになんかいつ別に誰かが卒業するとかじゃないですけど、誰かいつの間にかいつのね、なんか当たり前じゃないですじゃないじゃないで当たり前じゃないじゃないですか、その皆さんにとってもだけどさ、当たり前にずっと押せるとかじゃないじゃないですか、推しをね。だから本当にね、さやかの言ってることが心にきましたね。今は4人だけどね、もともとね同期が少ないからさ、なんかすごい悲しいですよ。いつの間にかっていうのがねあるからさ、でさやかがめっちゃ泣いてて、みんな泣いてたから
販売してる写真みんな涙目なんですよ。本当に目がみんな真っ赤で、本当になんかカメラマンさんもカメラ写真撮ってくれる人もなんかこのタイミングで泣くって言われて、いや確かになって思って、そうなんか1期生さんとかすごい少なくなったなって思うけど、見ててすごい少なくなったって思うけど、そうすごい少なくなったって思っても自分たちの方がもともと少ないじゃないですか。だからそう思うとなんかドラ3とかドラ2とかってドラフト生ってなんか少ないなって思います。大切にしなきゃなと。だって5期生と比べたら本当に少ないよね。っていう裏話がありました。でもう一つ裏話があるとしたら、セブンティーンっていう曲をやるよみたいな話を聞いた時に、まあなんかなんとなくだけど、本当に誰が出るかとか分かんなかったけど、なんとなく私とさやかとあかりは出るだよ、出るよねみたいな、絶対出るよねみたいな話してて、関さんもなんかさすがに入れてほしいみたいな、さすがにこれは入れてほしいって結局入ってたのでね、よかったんですけど、すごいなんか喜んでました、セブンティーンに入れて。あの曲ね好きだったけど意外に難しかったです。いや本当になんか割とねメイクノイズの次ぐらいに難しかったあの曲。公園に壁写真持っていくのはありですか？なんかこの間誰か持ってる方いましたよ。だからいいと思います。ニコちゃんもセブンティーン出たかったって言ってた。面白い、出てほしかったな。私の曲じゃないけど全然。あの曲本当に難しかった。他何踊ったっけな、なんかね本当に、あ制服の目も踊って、制服の目はワンハーフだったけどきつかった。だからフルで踊ってたのすごいなって思うぐらいワンハーフできつかった。なんか全部が全部さ写真撮れたわけじゃないから、なんだろう、何踊ったかな。あ、会いに行こうとかも出ました。あ、ボーイフレンドも出たわ。ボーイフレンド踊ってて楽しかったですね。初めて踊ったんですけど、なんか踊るというよりはなんかわちゃわちゃ感だったかな。踊る曲、まあ踊るけどわちゃわちゃ演出感ありました。まあ、最高回も踊りましたね。何これ、あ青春ガールも踊りました。で、あとはだるい感じじゃないわ。キスマンだ。キスマンも踊った。ああと制服が邪魔をするも踊りました。私あの曲最初の頃歌えない、中学生で入ったから歌えなかったのにさ、なんかもうね歌えるって思ったらすごいなんか月日の流れを感じましたね。あの歌詞をね歌えるようになったっていう。あれだよ、2日目はほぼ恋愛中踊ってた。ビンゴも出たし、 あと MC もしたんだドラさんで。なんかもう緊張した。いやなんて言うんですか、なんかね2日
通にね、やっぱなんて言うんですかね、 MC することがないので4人で、そうないから、本当に私たちでいいんですかって思って本当にびっくりした。どうでしたか？1回か2回ぐらいだけ本当にちょっとだけやったことあります、 MC。 うん、1、2回ぐらいがあるかな。でもドラさんで MC するとしたらさ、司会って誰なんだろうなと思って、あの感じなんか台本的にはさやかが司会だったんですけど、この間はこの間のやつは皆さん HKT を知っドラ HKT のドラさんを知ってる方はさ、誰が司会だと思います？あかり？でも私もね、そのリセットとかでねやったことはあるんですけどやったことはあるんですけど、あかり関さんではないじゃん関さんではないじゃん、さやかかな。皆さんあれだね、割と意見がバラバラですね。私ってツッコミなのかな。でもさ、ドラさんでいるときはねツッコまれることが多いんです。まあどっちもどっちだな、どっちもどっちだ。難しいね、どっちもどっちだわ。あかりがツッコミ、あかりがツッコミ私あんま見たことないかもしれない。これツッコミか。あかりとね意外に MC やったことないから、そのリセットの時も後半だから、あかりがで私が前半なのであんまないんですよね。っていうね、いつかはね誰かがめちゃめちゃ MC を仕切ってるかもしれないからいつかってな感じで、今何分、10周年の振り返りは終わりました。10周年の振り返りとチームピンクについて終わりました。いつかまた4期じゃないわ、4人で MC をできるといいなという感じですね。そうちゃんの生誕祭の司会を関さんから奪ってたの笑ったいや違うんですよ、なんかさすがに私でしょって思ってそのちゃんの司会はいやさすがに私じゃないと思って、でも誰なんだろうと思って裏で関さんに、関さんがめっちゃ緊張してたから、どうしたのって言ったら、司会なのって言われて、って言われて、関さんなのって思って私じゃないんかよって思って、でも関さんめっちゃ緊張してて、なんかちょっと待ったっていうのをすっごい緊張したらしくて、いや言ってほしいって言われた、一緒にお願いだから言ってって言われて、いやでもそのちょっと待ったを一緒にやるのはいいけど、その後関さんが仕切りだから、いややるのおかしくないって言ったので、一回ね断ったのよ、えちょっと待っただけじゃ絶対おかしいでしょって言ったんだけど、なんかちょっとキレ気味にお願いだからみたいななんかキレ気味にね、本当緊張してるからお願い本当に言ってみたいに言われたから、ちょっと待ったを一緒に言ったんですけど、で結局なんかちょっとグダグダしちゃって本番でちょっとグダグダしちゃって、結局私がなりました。で本当はね私がね手紙を読むはずだったのよ、そのさやかからの手紙を
読むはずだったんだけど、私読むって知らなくて、でまあ台本にはなんかゆえるちゃんが読みますみたいな書いてあったから、えっと思って、私読むって知らないんだけどと思って、その瞬間頭も白いなって、どういうことどういうことって思って、でもなんかスタッフさんからその LINE が来てたらしいんですよね。でも私友達追加してなくて知らなくて、読む担当だったってことを後から謝ったんですけど、友達追加を私がしてなくて、その見てなかっただけで、そうなんですよ。まあでも結局司会になったので、関さんにお手紙をお願いいたしましたっていう感じです。でもすごいグダグダしてしまって申し訳なかったっていう話でしたっていうね話だったんだけど、すごい話をそれましたね。こんな明日よろしくで、こんなさ公演を見てない子もさいるはずなのに、おもろいでしょってことでね、電話をしていきたいと思うんですけど、次にバトンをタッチする方に、皆さん誰だと思いますか？皆さん誰だと思いますか？私がミュン、ちょっと連絡してみて。面白いでしょ、ちょっと切れ気味に言われたの本当にびっくりしちゃう、なんかもう。ってことで電話かけていきたいと思います。もしもし、もしもし、出なかったからびっくりしたんだけどね、ヘラヘラしないでえ、あ、マジ、あれあれやっていい、あのなんだっけ、あ、スピーカー、じゃあします、お名前お願いします。はい、 HKT48 研究生の後藤ひなのです。イエーイ、ひなちゃんでーす。ありがとうね、電話出てくれて。え、明日よろしく何回やったことある？もう多分5回目とかじゃないですかね。多分。そんなにあるの？はい、もう今年で3回、4回ぐらい多分やってないか、3回ぐらいかな。意外。多分。じゃあ明日のお題なんだけど、はい、どうしようかな、はい、待ってね、決めてなかった、ちょっと待ってね今年やり残したことと、今年やり残した、はい、何にしようかな、何にしようかな、ちょっと待ってすごい申し訳ない、何も考えてない。あ、七色声について、おーで、お願いします。わかりました、ありがとう。いえいえ、ご飯行こうね。行きましょう、行こう、楽しみ、ありがとうね、明日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、バイバイ、バイバイ。ってことで、ひなのちゃんでした。意外でしたか？意外？どうだ？意外なの？てかみんな割とさ、明日よろしくやってるんだね、5回目って。てかひなちゃん5回目って意外なんですけど、めっちゃやってるやんと思って、やっぱみんな意外なんだ。一回8月にやって、ああなるほどね、前の時か、一緒に遊んだりするの、遊んだことないです
遊んだことないんですけど、なんかすごいね仲良くなりたいですってね言ってくれて、ね、言ってくれててすごいね褒めてくれるのひななちゃん、だからすごい仲良くなりたいんですけど、私も緊張しちゃってね、だからさやかを通して喋っていこうかなっていう思ってるんですけど、すごいね可愛いって言ってくれて、なんかそんな可愛いって言ってくれる子は私あんまいないので、なんか嬉しくなっちゃってね。え、喋るよ、全然喋るんですけど、まあでもさリセットとか出てくれた時とか喋ってましたよ。そうなの、さやかもう本当にいろんなこと仲いいから、さやかを通してそのご飯とか行けたらいいなと思って、結構前からねご飯行こうって言ってるんですけど、やっぱ自分から誘わなきゃですよねやっぱ自分からね誘わなきゃだなって私は思います。だから私から誘ってご飯に行きたいなって思いますね。可愛いよねひなちゃん、なんかすごいねダンス上手になったなって思う。自分が言うのはちょっと誰やねんって思っちゃうんだけど、本当にダンスが上手になって、なんかメイクナイツとか一緒にやったじゃないですか。自分的に本当にね一番そのリハ V とか見てピナちゃん見ちゃうぐらい本当に上手だった。なんかうまって思ったうまって思ったし、インスタがいつも毎日可愛い女の子、皆さんインスタとかチェックしてください。本当に可愛いのよ、なんかスイーツ食べたりさ、てかおしゃれ、すごいおしゃれ。身長抜かされないように、え、そんな高いっけそんな高いっけ。一個下なんだよねひなのちゃんって、一個下、うん、ひばきは二個下、そうだからさやかとかと同い年だから女子力高いね、思う。でも面白い面白いということで、明日はひなのちゃんにお願いをしたいと思います。意外だったんだ皆さんからしたら、やっぱ意外って思っちゃうのかな。私ってあんま後輩とさ絡んでるイメージないのかもしれないですねなんかそんな感じがするよ。緊張しちゃうんですよ、なんかなんでだと思います、なんでなのかな。同期に行くと思ってました、私誰同期は、うん、さやかをやったことあるのかな、関さんもあるかな。ってな感じだったんですけど、こんな感じです。あー迷いましたね迷いましたね、コメントを見て迷ったな。いや前はね、いやモカちゃんも迷ったんですよね、でもこの間渡してくれたのでと思って、こんな感じなんですけどもあれなんだっけ、ランキング読んでいきたいと思います。あ、そっか、さやかラジオで明かり公演だったのか、じゃあ関さんかってなるか、確かになりそう。読んでいくね。13位、春ゆうびさん。12位、海ほたるつーさん。11位謎の長老さん。10位ケンさん。9位アイウエオさん。8位シミさん。7位ヨッチャンさん。6位コウジさん。
5位ジャガさん、4位博多の細めさん、3位ハノンさん、2位ミヤオイさん、1位ジュースさん、ありがとうございました。5回目だったんだ私って、不思議ですね。なんかもうなんか 2,3 回目の記憶がなかったので、多分 2,3 年前だったんですけど、ようなわけで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。多分なんか妙日よろしくって本当に見ない方の名前とかってすごいなんか緊張しちゃう、知らない方が多いのでTwitter、インスタ、TikTok やっておりますので、皆さんフォローよろしくお願いします。そして明日は公演がありますので、そちらも見てくださると嬉しいです。では終わりたいと思います。明日はピナちゃんにお願いしたいと思います。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。